キビ国際大学シャルム岡山高橋は岡山県高橋市を本拠地とする女子サッカーチームである日本女子サッカーリーグ所属このチームはキビ国際大学の女子サッカー部であり現在は所属選手全員がキビ国際大の大学生及び大学院生であるこの名称を用いるのは地元との地域密着を目指して高橋市のクラブチームとして リーグ登録しているためである。ただし、全日本大学女子サッカー選手権などの、大学生のみでの大会では、部員数規定などで、大学院生の登録はない。2000年、キビ国際大学女子サッカー部として、総部、2011年から、チャレンジリーグ昇格、2013年、なでしこリーグ、昇格、日本女子、サッカーリーグ加盟は、中国地方では、 岡山ユノゴーベルに次いで二例目である。チームカラーは黄色。愛称のシャルムはフランス語で友愛や魅力を意味する。ホームタウンは大学とどっちの岡山県高橋市。ホームスタジアムはカキスタジアムの校を参照。練習はキビ国際大学ならいグランドやカンバラスポーツ公園で行っている。なお、男子にも同様のチーム形態として岡山サッカーリーグに キビ国際効果が存在する。現名のキビ国際大学シャルム岡山高橋は2018年シーズンから名乗っている。正式名称の変歴は、なでしこリーグ公式に記載されている略称は、吉国大 c である。地元市山陽新聞では、2011年は高橋キビ国大、2012年は高橋キビ国大シャルム、2013年以降は、 キビ国大シャルムで定着している。全日本大学女子サッカー選手権大会など、全日本大学女子サッカー連盟主催のサッカー大会には、大学名である、キビ国際大学女子サッカー部として登録している。FC 高橋を関する2010年以前の、全日本女子サッカー選手権大会でも同様である。キビ国際大開校の翌年にできた男子サッカー部に、 遅れること9年、2000年に女子サッカー部として創部した。2001年度インカレに初出場。2002年には中国女子サッカーリーグに昇格。2003年には中国リーグ全勝優勝。同年度全日本女子において中国地区代表として初出場を果たす。2004年、大学が社会学部スポーツ社会学科を増設。翌2005年には元サッカー。 日本代表で JF 公認 S 級コーチの今西和夫を社会学部教授及びサッカー部全体の総監督に迎えた。また宝塚バニーズ監督であった高藤淳が同学部教員及び女子サッカー部総監督に就任し、以後全国各地から多くの選手が入学し、チームの強化が進んだ。中国リーグでは2005年から6連覇。2008年度インカレ3位。 2010年夢、半島千葉国体に、単独チームとして、女子の部準優勝。2008FIFAU-20 女子ワールドカップには、磯金ね緑、菅原美佐、中井で光の3選手が、日本代表チームに選ばれて出場したほか、AFCU-19 女子選手権2009には、高橋千穂が、日本代表チームの一員として出場した。 2010年末に行われたチャレンジリーグ入れ替え戦において決定戦ではスフィーダ世田谷 FC トヨタレディースフットボールクラブホヨスカラブ FC から3連勝入れ替え戦では清水第8プレアデス相手に勝利しチャレンジリーグ昇格を決めた2011年チャレンジリーグ参入を機に活動拠点である高橋市との地域密着を目指して FC 高橋を冠した FC 高橋キビ国際大学でリーグ登録した。リーグ初参戦となった2011シーズン、スペランツカイ高月との優勝争いを演じ、同価地点ではあったが得失点差でリーグ優勝を飾る。同年の国体では3位入賞。初参戦したチャレンジリーグで初優勝しさらにリーグ内の対戦相手によっては、レベル差がかなりあったことからより高いレベルでのサッカーを、 体感したいため、また 2011FIFA フフ女子ワールドカップ優勝以降の女子サッカー人気も後押しし、なでしこリーグ昇格に向けて FC 高橋関係者は動いた。2012年3月、なでしこリーグ準加盟の申請書類を日本女子サッカーリーグに提出し、了承された。同年の 2012FIFAU-20 フフ20女子ワールドカップにおいて西川明花が、 u マイナス20日本代表に選出されている。同年の2012シーズンでは、チャレンジリーグ戦2位となり入れ替え戦で、a s l フエン・サヤマ・ FC 相手に、勝利しなでしこリーグ昇格を決めた。2013年、なでしこリーグ昇格を機に、高橋を助した、FC キビ国際大学シャルムとして、登録変更する。同シーズンから、岡山ユノゴーベルトの岡山ダービーが実現した。 同年には過ぎた羊が、なでしこジャパンに選出されている。なでしこ昇格1年目のチームは、リーグワーストの49失点を記録し9位で終わり、チャレンジリーグとの入れ替え戦に回り、スフィーダ、セタガヤ FC と対戦し2試合合計で、同点、PK 戦の末から応じて残留を果たした。ただ1年間なでしこリーグで戦って得た経験は、大きく、同年のインカレでは、 チーム史上初の優勝に輝いた。2014年、なでしこリーグレギュラーシリーズは、勝利を挙げられず10チーム中再開となり、下位4チームで戦うエキサイティングシリーズの下位リーグに回った。しかし、ここでも勝利を挙げられないまま再開に終わり、翌年から新設のなでしこリーグ2部への降格が決まった。2017年、リーグ戦9位で入れ替え戦に回り、 バニーズ京都 SC に敗れ、チャレンジリーグに降格した。2018年、チーム名を、キビ国際大学シャルム岡山高橋に変更。2012年入れ替え戦 FC 高橋キビ、国際大学シャルム、VS a、エルフエンサヤマ FC、AS エルフエンサヤマ FCVFC FC 高橋キビ、国際大学シャルム2013年入れ替え戦スフィーダ、世田谷 FCVFC FC キビ。 国際大学シャルム FC キビ国際大学シャルム V スフィーダ世田谷 FC2010 年参入決定戦キビ国際大学 V 清水第8プレアデス清水第8プレアデス V キビ国際大学カンバラスポーツ公園多目的広場ホームは地元高橋市にある高橋市カンバラスポーツ公園多目的広場口述の理由により2013年から2017年までは 市外の競技場でホームゲームを開催していた。チャレンジリーグ所属の2012年まではカンバラを使用していたが、なでしこリーグでは観客収容人数1000人以上の天然芝のスタジアムで開催しなければならないことに加え、高橋市内にその条件を満たす公式戦会場を用意できないため、なでしこリーグに昇格した2013年以降、県内競技場を呼び、 隣県の広島県の競技場で開催していた。なでしこリーグ所属の岡山ユノゴベルのホームである岡山県三まさラグビーサッカー場ではホームゲームを開催していない。高橋市外でホームゲームを開催する一方、市では2013年に市民団体から地元での試合開催を求める署名を提出されたことを受け、2015年度よりカンバラの改修に着手した。 総事業費、約5億8000万円をかけて、観客席の新設、天然芝の張り替え、クラブハウスの設置等を行い、2018年に完成した。愛称は、公募により、シャルムスタジアムと命名された。同シーズンはこれまで使用していた、市外競技場での開催を残しつつ、カンバラをメインの試合会場としている。2021年出展、50音順表記。 ふとじが、在籍時あるいは、在籍以降に、国際大会出場経験のある、選手現在、以下のチームを下部組織として包括している。FC、キビ国シャルム支援自販機日本体育、大学女子サッカー部と同様に、キビ国際大学女子サッカー部も正式なチーム名では、あるが、ナデシコリーグ登録名及び日本サッカー協会が、運営する女子サッカーチーム検索サイトの登録名を、 参照し、チームも高橋市のフットボールクラブと意図して登録しているため、この基地名とした。この公園は、キビのゴーアンダーランド跡地に整備、人工芝グラウンドは、市が約3億7千万円をかけて2009年に、開場した。なお2012年6月の日本サッカー、協会理事会にて、JF ロングパイル人工芝ピッチの公認を受けている。ありがとうございます。